はい、こんばんはー、ポップです。FX チャンネル、4月15日水曜日、続いて、新興国通貨3ペア3通貨の解説を始めていきます。順番はいつも通り、トルコリラ円から始めまして、メキシコペソ円、南アフリカランド円の順番で解説をしていきます。えー、それではね、えー、もうパッと見ただけで下げているトルコリラ円のチャートがありますが、えー、まずはね、えー、昨日のマーケット、えー、相場間の振り返りからしていきましょう。こちらをご覧ください。 まずは昨日のニューヨークマーケット、ニューヨークダウは大きく上げております。ダウ平均は前日比プラス558ドル、終値で23,949ドルということで、2.39%の上げというところでございました。 こちらはね、空気を読んでないようなね、上げではございますが、コロナウイルスがね、えーまあ、死亡者数がアメリカの方ではほぼ横ばいということでね、えー、これで収束に向かうんじゃないかというね、楽観論が先行しまして、ダウンの方は上げたというところでございます。しかしながらね、日経平均、東京マーケットは引き継ぐことできずにですね、マイナスで終わってしまいました。日経平均は前日比、マイナス88円。 終わ,り値で 19, わずかに0.45%の下げという形で1日の取引を終えました。まあ、こちらはね、えー、そもそも為替、えー、の方が円,安円高方向に進んでいるというところと、原油の方もね今見ていただいた通り、えー、下げているというところもありまして、全体的なね、まあ、ダウがちょっと空気を読まなかったというところで、えー、日経平均の方は、えー、当然下げたというところでございます。1万9500円をね、えー、超えますとどうしても買いが入らないという状況が続いて ていますそしてね今、日経平均の CFD 先物やダウ平均の先物に関しても大きく下げておりますし、ヨーロッパマーケットもね株式の方が非常に下げているということで、これからねリスクオフの方がかなり本格化するんじゃないかというね動きが見えている形でございます。原油もね1バレル20ドルを割り込んでしまったので、まどこでねセリングクライマックスを迎えるかというところがね焦点になってくるとは思います。 えー、それではね、えー、先ほど下げてるチャートを見ていただきました、トルコーリーラ園見ていきましょう。はい。もうね、えー、何も言うことはないんですが、トルコーリーラの方は引き続き、そこらしの沼のように下げているというところですね。 昨日の動画解説のタイミングでは15円80銭ぐらいをね、うろうろしていたんですが、特に反発の材料もなくですね、移動平均線が右下下がり、それにつられるようにですね、反発らしい反発も受けることなくですね、ダウは上がったにもかかわらず、下ね、10ピプスぐらい下げてしまいまして、15円,15円70銭ぐらいでうろうろしてクローズというところでございました。そしてね、東京マーケット少し下げたんですが、ほぼほぼね、反応せずにこちらもね、15円 70戦あたりをうろうろしていたんですが、ヨーロッパ時間に入りましてから、本格的にヨーロッパ勢の、ね、売りが入りまして、えー、15円60銭も割り込んでしまいまして、今はね、安値を更新中というところで、えー、全くいいところがないというような状況でございます。まあ、かねてからね、えー、トルコリラインはロングが組めないとね、えー、言っておりましたが、えー、まだまだ、ねえー、組める状況ではないというのは、引き続き変わらないところでございます。えー、そして、えー、60分足ご覧いただきますと、えー、こちらが1週間の時間軸のチャートでございます。 まあ先週の、ね、木曜日の吹き上げ失敗というのは昨日の動画解説でもお話しした通りでございますが、まあ、上に行かなければ、ね、当然16円を割り込むような下方向に行くというところですそして16円を割り込んでしまいますと移動平均線の右下下がりに、ね、沿ってです、ね、反発しても移動平均線反発しても移動平均線で、ね、ことごとく反発らしい反発は、ね、移動平均線に封じ込められて下値を更新中というところでございますのでこちらも引き続き 続きね、えー、このようにじりじりとね、えー、下げていくところでは、えー、セリングクライマックスオーバーシュートが見られないというところでございますのでロングはまだまだできないというところでございます、えー、最近ね、えー、トルコリラの動画のね視聴者数の方がね、えー、非常に少ないというところでございますのでもう皆さんね、えー、そろそろトルコリラ、えー、ロングをね諦めてしまったんじゃないかなというところが思う,、えー、思うところでございますが、えー、もしもね オーバーシュート、セリングクライマックスがあればね、短期的にはロングが取れるポイントもあろうかと思いますので、まあ、そういった時はね、引き続き解説をしていきます。えー、そして4時間足もね、えー、少し見ておきましょう。 はい4時間足もね、16円の大きなねレジスタンスが今となってはね遠く離れてしまったということで、再度50ピップス下げた15円50銭まで再接近というところでございます。もうこれはね、どこまで下げるかというのが本当わからないような形で、まあ、4時間足ベースもしくは冷やしベースでね、大きな下ひげが出なければ、いわゆるね、セリングクライマックスと言われるオーバーシュートが起きなければ、こちらはね、なかなか反転はできないというところでございます。かといってね、ショートを取るというところで、 これでも新興国通貨ですと、スワップ金利やスプレッドが広いというところもありますのでね、まあ、ここは一つね、ロングのタイミングを見て様子見をしていただくというところでよろしいかと思いますので、トルコリライン、今は手出し無用というところは継続させていただきたいと思います。はい、以上でトルコリラインを終わりまして、続いてメキシコペソ円見ていきましょう。 はいえー、メキシコペソの方も原油価格の下落によってですね、大きく足を引っ張られて、えー、下落してしまったというところでございます。えー、昨日の動画解説のタイミングは、えー、ちょうどこのあたりですね、4.55円を挟みながらの展開というところでございました、えー。昨日はね、ニューヨークマーケットは上げましたので、えー、比較的ね、4.55のサポートが入り始めて、一応ね、4.575というね上限ぐらいまで、えー、上がっていたというところではございますが、こちらが東京マーケット マーケットにタッチしてからですね、えー、日経平均下げましたので、少し弱含み、そしてヨーロッパ時間からね、かなりネガティブな動きになってしまいまして、原油価格がまずね、1バレル20ドルを割ったというところがね、トリガーとなりまして、4.55を大きく割り込んだというところでございます。そして4.5もね割り込んでしまって、少しね、反発をしようと思ったんですが、15分足の移動平均線に頭を押さえつけられて、再度下落。そして今は安値付近ということで、直近のね、 安値の4.4円に向かって4.5円も割り込んでしまったというところでございますそしてこの60分足ねご覧いただきますと4.6円がね明確に上回れなかったというところが範囲でございますね 4.6円ね、今までレジスタンスラインだったんですが、少しね、上抜けたところで定着できればね、少し展開は違ったかもしれませんが、昨日の段階でですね、すでに4.6円はもう割れていた、一旦はタッチするものの、今までのサポートのね、4.6円にレジスタンスを食らってしまって、勝負ありというところですね。そして移動平均線付近をうろうろする中で、今日のヨーロッパ時間で、再度移動平均線を大きく割り込む、そうしますとね、かなり移動平均線はこれから角度をつけて下がってきますので、 反発したところでも、ですね移動平均線にレジスタンスを食らって、なかなか上がることができないかなというところでございます。もうどこまで下がるかというところはね、ねこれは次の4時間足をねすぐに見ていただければと思います。 はい、えー、まずはね、4.4円。こちらが鉄壁ではございますが、今回は4.4円まで行くかなというところでございます。今まで、えー、1回、2回、3回、4回とね、えー、まあ見えるだけでもね、約1ヶ月間の時間軸でございますが、サポートが入っていた4.4円でございます。一旦ね、下抜けてオーバーシュートをして、まあ V 字回復をしたので、えー、短期的にはね、こちらでトレンド転換というお話はしましたが、長くは続かなかったからというところですね。えー、結局はね、4.4円 4.6円から4.6円の、えー、こちらがレンジ相場というところになりまして一部ね4.6円を上回ったタイミングもあったんですが結局はねこの4.6円よりか上というのはね、えー、キープすることができずいわゆる4.6円のサポートがね、えー、何一つ入っていないというところでございますので、まあ、そういったところで、えー、今度は割り込んでしまいますと、えー、またもや4.6円に頭を押さえつけられてしまって下落というところですね、えー、そして、えー、こちらもね移動平均線4時間足ベースで、えー、この上側にね平均足の チャートがあるときは良かったんですがこちらのタイミングでね、明確に下回っておりましてなかなか移動平均線を、えー、頭をね、出すことができないということでございましたので、まあ、上に行かなければ下方向という形でありますので今回は明確に割ってしまったというところでございます今後の焦点としましてはまずは4.4円でサポートが入るかどうかというところでございますがこちらも原油価格やニューヨークマーケットニューヨークダウを含めたね、株式相場の影響を受けますので、まあ、そういったところでね、反発 が入れば少し可能性はありますが今回ね4.4円を再度割り込むことも計算しておいた方がよろしいかなと思います、えー、短期的にはね4.4円ぐらいで、えー、まあ こちらの4時間足ベースの移動平均線、えー、平均足のチャートですね。こちらが4.4円付近で陰、えー、線から陽線に切り替えれば短期的には取れるかもしれませんが、えー、少し、ね、中長期的には今のところ4.4円がお買い得かどうかというのは分からないというところでございますので、まあ、レバレッジを抑えた、ね、取引であれば4.4円ぐらいでお試しもいいかもしれませんが、ハイレバで4.4円を組んでしまいますとロスカットされる可能性がありますので、そこは十分に注意していただければというところでございます。 はい、えー、以上でメキシコペソ円を終わりまして最後に南アフリカランド円を見ていきましょう。 南アフリカランド円も引き続き下げているというところでございます昨日は利下げ5.25%から4.25%の利下げのお話をさせていただきましたが、まあ、それが、ね、トリガーとなってから6円を、ね、遠く離れた下落という形になってしまいました昨日の動画解説のタイミングではこの5.85付近で、ね、なんとかサポートを保っていたんですがニューヨークマーケットを上げる,上げる割にはです、ね、円高方向リスクオフに進んでしまいましたそして 今までサポートが入っておりましたのでこちらを、えー、サポートを割り込んでしまいますと今度は、ね、完全にレジスタンスラインに切り替わってしまいましたので、まあ、こうやって、ねえー、東京時間は、えー、5.85を、ね、上回ることができなければ上に行かなければやはり下に行くのみというところでございますので今回ヨーロッパ時間に切り替わってから、ねえー、とうとう5.8円今までサポートが、えー、陥落してしまって、えー、割り込んでしまったというところでございます。えー、一旦、ね、ヨーロッパ時間で、えー 反発があるものの下がってきた移動平均線にレジスタンスを食らっておりますので再度安値付近を更新中というところでございます。 これを60分足、1週間の時間軸で見ていただきますと、やはりね、6.0円を割り込んでからは弱い動きというところでございます。一旦はね、6.0円でサポートが入っていたところもあったんですが、こちら移動平均線とともに6.0円を割り込んでしまいますと、基本的には移動平均線付近で陽線から陰線に切り替わるというね、レジスタンスを受けながら下落が続いているというところでございます。 えー、昨日のね、えー、入り下げのところでかなり大きな下げもありましたので、まあ、こういったところの影響も受けて、えー、下げは厳しいというところですね。えー、そして5.8円割り込んで、えー、この1週間では安、ね、値をつけておりますので、4時間足を見て、まあ、どこまで下げるかというのも確認しておきましょう。 はい、えー、次のターゲットはもう見ていただいてね、えー、ご存知の通り、えー、見ていただいた通りですね、えー、5.6円、えー、こちらを目指すような展開になろうかと思います。えー、こちらのね5.7円を割り込んでしまいますと、何も止めるものがない真空地帯でございますので、ここはね、ずるっと5.6円行く可能性はあるというところでございます。まあ、メキシコペソのね4.4円と同じような形で、この5.6円付近でね、一旦はサポートが入る可能性があります。陰線から陽線で、えー、になったところであればね、 短期的にごく短期的には、えー、少し、ね、リバウンドが取れるかもしれませんがただそこまで、ねえー、危ない橋を渡る必要もないかなというところでございます。 これもメキシコペソ円と同じくですね、低レバレッジで、えーまあ、お試しでね、5.6円ぐらいでロングというところは止めはしませんが、ハイレバレッジで、えー、レバレッジをかけてね、5.6円付近でロングを組んでしまいますと、今回こちらを割り込んでしまいますと、史上最安値というところになりますので、一気に下方向にブレイクしてしまうというところがありますので、このあたりはね、慎重に判断いただいて、まあ、ロングの方はね、できれば避けていただく。ロングを取るのであれば、レバレッジをかけないというところをね、 徹底していいいただければというとうころでございます、はいえー、以上でね、新興国通貨、す、ま、べ、あ、てね、ゲラトレンドですので、ワンパターンの解説になってしまいましたが、えー、まあこういった時もあるというところでございます。今回の動画が少しでも参考になったという方はね、いいねボタンやチャンネル登録、そして Twitter のフォローをしていただければと思います。あと、先進国通貨でトレードされる方はね、LINE の友達追加で推奨トレードを配信しているんですが、ちょっと最近ね、1000人を超えてしまいまして、 えー、LINE と送るのってね、あのー、ちょっとビジネスアカウントってめちゃめちゃお金かかるんですけど、ちょっとね、えー、このあたりまだまだ無料でやっていくんですけど、えー、困ってきてしまったかなというところでございますので、まぁ、あえー、もし興味ある方は早めに登録をお願いいたします。えー、今回は以上でございます、えー。今日も一日お仕事とトレードお疲れ様でした。バイバイ。